はい、どっから、今日は富士山が出てますか。富士山出てますね。綺麗に映ってますね。大月釣り伝説、はい、第3回、はい、チキ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 バトル。はい、ベルさんのねアップから行きましたけど、奈良湖釣りセンターにやってまいりました。いい天気ですね、今日は。いい天気ですね。最高の釣り日和ですね。何気に人多いですよね、やっぱ釣りブームやからですかね。そうですね、祝日なんですよ。なるほどなるほど。あ、そっかそっか、祝日か。なるほど。で、今回ちょっとセミプロの大月出身の直行さんに学ぶんですけど、まあ直行さんは後で紹介するんですけど、今回とんでもないスペシャルゲストが、そうなんだ、来ていただいてます。はい、今日はですね、朝ごからラーメン銀次さんが来ていただいております。どうもこんにちは。プロのベテランの感じですね。釣りは、人生、69年生きてきて初めての体験です。これから老後を楽しむためにもなんとか覚えて帰りたいと思いますので、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高校大学で、カツアガの釣りを教えてもらった。師匠。なんで釣り分かんない人はここ来ればもう全部教えてくれるっていう。道具が借りられて手軽に釣りできる場所は全国にいっぱいあるんですけど、知識もゼロで来て優しく教えてくれる釣り場って意外と少ないんです。あ、確かに。山梨だとここが一番おすすめ。やっと来れたよね。ずっとみんなに行け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 言われてて。なんで今日は道具も借りるので、はい、動画見た人がもう手ぶらで知識もゼロで来ても同じように今日できるっていう内容でやろうと思います。あ、なるほど、はいはい、いいっすね。同じ条件で、はい、知ってる、ちょっと知ってる。あとは重さも違うし、重さによっても違うし色によっても違うので、ルアーはまあこれでも一部なんですけど、こんな色があるんですよ。はい、なので、最初に選ぶ色は結構重要かもしれない。でこれはやっていくうちに日によって、あとその日のうちでも時間とかでも釣れるルアーが変わるので、もうどん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 変えていく、釣れなければ次、釣れなければ次、やっていくうちに釣れるルアーに当たると。でこれが日とか時間とか天気によって変わるから面白い。結構深くに引っ掛けちゃうと話しづらいから、もうここにこう軽く添えるぐらい引っ掛けて、こうやっちゃうとこう意外と話すのは難しいので、浅く引っ掛けてもうこのぐらいで、そうそうそう、このぐらいで平気で振りかぶってない、もうこれ多分ちゃんと取ってる、ほら、おお、あれ、これまたこう、そう、元戻して、これの繰り返しです。ルアーが常に左右にこう均等に振り踊るスピードで待つ。で、飛ばしすぎたってなったら、おー、来た、はい、来た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 、おめでとうございます。ゲットです。ゲットです。イエーイ。ちょっとさっきより早く巻いてみてください。今ね、元気な魚がいっぱい放たれたので、ちょっと早く巻いた方が目立って釣れます。来た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 。よっしゃー。ヤマメだ。
アマゴ、アマゴ、アマゴ。超激レアフィッシュです。お、激レア来ました。激レアフィッシュ来ました。アマゴっていう魚です。アマゴをゲットしました。レア。やったー。レア、レア種。おめでとうございます。レア種。やったー。もう本当目の前で釣れました。やったー。あそこの、あの、青い網に入れてください。逃げられないように。来た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 逃げられた。おめでとう。やる。おめでとう。でかい、十分なサイズ。よかったね。これ持ってここ。はい、おめでとう。すごい。釣れました。プリンとしてるね。いいですね。でかい。やるじゃん。おめでとう。5個の時間帯となりましたので、そろそろやっちゃいます。ちょっとフライングしてるけど。ああ、これハンです、ハンです。若干フライングしてる人おるけど。ハン、そうっす、はい。今やっちゃ。今からあの恒例の対決を。まだ2人とも釣ってないもんな。はい、釣ってないです。釣ってないよな。というか、まあ今日もあのカニ釣り場なんですけど。ちょっと今日は本気の対決します。よし、頑張りましょう。うん、午後は、釣り対決です。目に見えた景色に化けるんですよ、はい、なのでずっといた魚は結構薄い茶色、でも生けすから来たばっかりの魚はまだ色が慣れてないので、あ、確かに黒い、黒ですね、なので黒い魚は釣れやすいっていう。でもあと1時間もずっと待て顔グーッと上げる、顔グーッと上げる、頑張れ頑張れ、いいよいいよいいよ、おめでとう。すごいこのなんか連携プレーができた気がした。すごい、イエーイ、取れました。やったね、やったね、おめえ。さんです。おめでとうございます。はい、釣りました。チーム分けしてるんですけど、一応あのニーニーさん、僕ら同じチームで今負けてるんですよ。あ、そう、はい、ちょっともうバンバン釣ってもらわないと、釣らないと、はい、来た来た来た、来た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 、おお、こっち向いてください、こっち向いてください。全員キャッチです。おめでとうございます。全員キャッチ、ニジマスです。今ね、あの針から外れちゃいましたけど、すごい、魚なんかもう手でギュッて持っちゃっても逃げられないように、それはそれで面白いけど逃げられないんですよ、ニョキって逃げられないように。おお、おめでとうございます。ニジマスです。あ、腕も、はい、腕2割ぐらい、腕2割、これやっぱ道具、道具が、おおおお、来た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 、やっとやっとだ、上げろ、絶対上げろ、絶対上げろよ、渡る、これ逃がしちゃダメだ、おお、やったー、やったよやったやった、釣った、やったよ、もう本当にやったなぁ、できるしなんか割と、念願の、いや渡る、
3時間くらいやってるけど、やっと1匹ですね。ちょっと川の方にあげて。でもでかいじゃん、ニジマス。本当に良かったっすよ。こいつやったね。こいつこいつ。でもまだね、まだうちのチーム負けてるから。はい、頑張ります。すごい、こんな焼き器があるんや。こういうのあるんですよね。え、25分目もう俺風呂の道具持ってきてるから。マジっすか、銀さん。こすぎる。飲んでるやん。はいよ、飲んでる。いいですかね、食べましょうか。はい、食べましょう。いただきます。はい、いただきます。いただきます。お疲れ様です。いただきます。いや、べえさん、うまそうに食う。お味はうまそうに食うな。塩、これ落とせばいいの。これ塩落とせばいいの。これホクホク、めっちゃうまい。うまっ。No、めっちゃうまい。シャオリさん、はい、赤いね、どうですか。赤うまい。赤が一番赤いよね。めっちゃ赤。同じ色で。落ちちゃいそう、全部。ビールが合うっすね。それうまいわ。最高だ。それうまいわ。ここ行って、ここからここ。ここからこうやって。ここに飛んで。いい絵撮れた。あるやべえ。やった。これはもう上に行けません。そうっすね。もう大丈夫。本当にごめんなさい。もういや、モエリン謝ること一つもないから。本当にごめんなさい。ちゃんと撮れてますか。多分転んだところは撮れてる。でも戻ってきたとかね、私はもう必死になりすぎて持ってるだけで全然取ってなかった。結果発表します。合計で桃太郎チームが22匹で、デルさんチームが14匹。圧倒的なっていう感じなんで、じゃあ桃太郎チームの勝利。次回はまた何をするかお楽しみっていう感じで、はい、沼津ですか。まず沼津行きたい。カサゴやりましょう。じゃあ、はい、カサゴ釣り。カサゴ、はい、よし。じゃあってことで、じゃあ、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.